田中を素晴らしかったですね。はい、こんにちは、松原よしかです。昨日のブンデスリーガー2部、デュッセルドルフ対ホルシュタインキール2対2のゲーム解説させていただきました。こちらの第4節のお話を、させていただきたいと思います。まず両チームのこの状況なんですけれども、まずデュッセルドルフ、まあ、これ3試合戦っていて、まあ、1勝2敗で、まあ、4ゴール5失点で得失点マイナス1と、まあ、14位という状況でこの試合に臨みました。まあ、開幕 2-0 でこう勝ってザントハウゼンというチームに、まあ、エースのヘニングスがゴール決めて2ゴールでこう勝ったんですけど、その後ブレーメンに 3-2 で敗れて、アウェー、ニュルンベルクにこの間 2-0 で敗れて、まあ、この試合初めてノーゴールだったんですよね。で、監督はプロイサー監督っていう、まあ、ユースでもね、育成にも定評のある監督ですけど、まあ、この監督がやってきて初めてニュルンベルク戦前節ノーゴールに終わったと。しかもまあセットプレーから失点したっていうことで、まあ、得点を取るっていうところは一つの課題でもあったと。まあ、そういう現状のチームにこう田中碧が入ったんですね。で、ホルシュタインキールです。まあ、キールは昨シーズンプレーオフケルンと戦って惜しくも、まあ、一部昇格を逃してしまったんですよ。で、まあ、今シーズンもすごく苦しい、まあ、ベルナー監督33歳なんですけど、非常に優秀なんですよね。で、ただ、これが今シーズンどうなるかなと思ったら、なんと、最下位、今。まだ3試合しかやってないですけどね。まあ、これで4試合目ですけど。で、全部ですね、3-0、3-0、3-0って、全部3点で負けてるんですよ。ザントパウリ開幕戦 3-0、シャルケ 3-0、ヤンレーゲンスブルク前節 3-0 っていうことなんですよ。だからお互いのチームの状況でいきますと、この悪い流れを断ち切りたい、こんな状況の中でのゲームになりました。ではここから、ゲーム内容になります。まずメンバーいきます。赤がデュッセルドルフです。ゴールキーパーカステンマイヤー、まあ、4-3-3 ですね。クトリス左サイドバック、センターバックネデルク16番、そしてクラーラ5番、25チマーマン、そしてアンカーボツェック、それからプリプ6番左、まあ、でアペルカンプシンタ右インサイドハーフで、ウィングがナライと、そして外がクラウスで、トップがエースのヘニングスという4-3-3という布陣で臨んでます。対するアウェイのホルシュタインキールは、ギエリオス、右からファンデンベルク、ロレンツ、センターバック、バール、センターバック、コルプ、左サイドバックね。で、ベンガー、アンカー。で、右がバーテルス、そしてミューリング、ポラト、スクリプスキー、メースと。まあ、こちらも 4-3-3 の形でスタートしました。で、まあ、キールの方は、やっぱり今全く勝ってないんで、6人変えてきたんですよね、メンバーを。ですから、まあ、非常にこう昨シーズン、まあ、監督も変わってないし、まあ、入れ替え戦もこう出てきてるんで、まあ、ポゼッションしながら、こう、ボールポゼッション、要はボール繋ぎながら前進すると、こちらに。それがですね、すごく、まあ、昨シーズンも、好感が持てるチームだったんですよね。で、そこのベースは残しつつ、ただ主力となる選手がいなくなってしまったと。例えばエースのゼーラトップにストライカーいました。それからイジェソンインサイドハーフ、要は後ろから守備もそうだし、後ろからこうやってボールをつなぎながらこういうところにどんどん入ってくる、走れる、出れる、動ける、そういう選手だったんですね。イジェソンいい選手でした。そしてメファート、彼も中盤のところでボールを展開配れるような選手だったんですけど、ボールも取れるし、まあ彼ら移籍したと。で、新しい選手入ったけど、まあうまく今日機能してないっていうところの現状の難しいチーム状況の中でのゲームだったんですね。で、ここからどのようになっていったかっていうと、やはりまずデュッセルドルフの方から行きたいと思います。やはりですね、このデュッセルドルフの方は、なんて言ってもこのエースのヘニングス。彼が今シーズンですね、ここまでですけれども、カップ戦も含めると4試合で5ゴール決めてます。まあ、エースですね、彼。そして、ここのところでいくと、まあ、彼らとするとこの両サイドのウィング、
サイドバック。ウイング、サイドバック。ここのサイド攻撃を中心として、攻撃をしていくっていうのが特徴です。で、主に、ヘニングスは真ん中で、ポジションを取りながら、このボックスの中で勝負していく選手。まあ、5点取ってる。エース。彼が基本的に決める。で、ここの外のこのトライアングルによって、サイド攻撃でゴールを決めるっていう形が狙いなんですね。まあ昨日も前線のこのナライと、それからクラウス、ここがですね、ポジションチェンジしながら、相手をうまく動かしていきたいっていう狙いがあったのと、この3人のですね、ここ同じレーンに基本的にこう、例えばこうやってボールが入って、ナライが行きます。そしたら、ここの真ん中のところを、これアペルカンプ、この真ん中のレーンをこう入ってくる。こういうところで受けたりとか。そうかと思うと、ここからサイドバックのチマーマンがやってきて、ここでサポート入る。この3人のトライアングルで、ここの相手の4バック、プラスこのアンカー、この辺を崩していくと。いうところが、まあ彼らの狙いとして見えました。で、ここからになるんですけれども、このね、サイドバック。ゴールシーンのところを行きたいと思います。まず前半の5分に、ホルシュタインキールが先制するんですよね。ミューリングのゴールだったんですけど、左サイドバックのファンデンベルク、これ、ここからですね、彼からスタートしたところです。で、それからそうかと思ったら前半の40分にナライが今度はゴールを決めます。奈良井ここですね。サイド、ウィングっていうか、右のフォワードとか、まあ、ポジションチェンジして、とにかく前やった選手。クロスからワンタッチで胸でコントロールして、現地ゴール。見事だった。で、その後にですね、3点目は65分のスクリプスキー。まあ、今回、いきなりこれ、トップの頂点のところで大抜擢された選手ですね。で、まあ、スクリプスキーが出て、彼もですね、レーゼからの左クロス、ここからのクロス、左でゴールした。そして、4点目、これ追いついたのがですね、これコーナーキックから田中のペッテションが、ゴールを決めたんですよ。でですね、ここのまあ、ゴールのパターンのポイントとすると、この4点中3点、まあ、ミューリング、ホルシュタインキール、前半5分、そして、ナライ、デュッセルドルフ、前半40分、そして後半の65分のスクリプスキー、彼もそう。まあ、すべてのゴールがですね、クロスからだったです。そして最後のペッテションのゴールだけ、デュッセルドルフ、田中碧のコーナーキックだったと。で、この、そこのポイントのところでいくと、例えば、キールの方はできてて、ちょっとデュッセルドルフが足りないなって思うシーンが、やっぱり、この、彼らがクロス上げるときっていうのは、クロスサーに対して、この中に、まず、キーパーと最終ラインの間、ここを狙ってるっていうこと。これが一つポイントにありました。まあ、準備して、修正してきたことなんだなと。で、これ、やっぱり3試合で3失点全部して、ノーゴールだったんで、ここの整え方と、あとこのボールに対して、一番外の選手が、ちゃんとポラトとか入ってくるんですよ。で、ここも来るんですよ。かなりクロスに対して厚みをかけるんですね。キールの方は。で、ここ、やっぱり準備してきたなっていうのは、このクロスを狙うっていうこともそうなんですけど、一番外のポラトがここからやってくる。これが、やっぱり準備してる証拠だなと、特に思いました。クロスは、キーパーと最終ラインの間狙うっていうことと、人数かけるんですけれども、大外も必ず、ここからクロス上がるときに、ここに入ってから来るんじゃ遅いんですよ。入る前のポジションがちゃんと状況を見て近く取ってる。それと上がってくる瞬間にゴールに矢印が向くんで、この辺のパワーが圧がですね、ゴールキーパーに対してもかかる。グッとこう来るんで。まあ、結局これによって彼らはキールは2点取ってるっていうところです。で、じゃあこれに対してデュッセルドルフはっていうところなんですけれども、田中碧のことに行きたいと思います。本当に素晴らしかったですね。
彼の何が素晴らしかったっていうと、その存在感が示すことができた。で、それどういうことかっていうと、途中から60分かな、59分かな、出てきて、変化したんですよ。で、彼が出てきて、彼は8月13日だったと思いますけど、ドイツに渡ったのは、来たのは。で、ここでボールを受けたときに、キールの狙いとすると、やはり、守備組織、あんまりもう前から来なかったんですよね。やっぱりっていうのは自分たちがこう先制して、それで追いつかれて、で、後半65分にゴール決めて、で、65分からこう基本的にはもうスペースを消していった。で、先ほど言いましたけど、このトライアングルありますよね。この前の選手、彼らに対して、スペースを与えない。1対1早くて強いんで。コンビネーションもあるし。だから、ギュッとコンパクトにしたんですよ。で、このトップのスクリプスキーとかは、この基本的にセンターバックがこうやっていますよね。で、そうすると、このセンターバックに対して、ボランチ、アンカーとセンターバック見てる。だからここまで下がってきたんですよ。このラインに対して、縦がだから15とか20メーターぐらい。すいません。そのぐらいの距離感でコンパクトにしてやってたんですね。で、田中を、ここで、じゃあこの狭いスペースの中でどうするっていうふうになりますよね。そしたら、田中碧はアベルカンプに代わって左のインサイドハーフで入ったと思うんですけど、とにかく中盤で。スペースがないと、川崎フロンターレでもやったように、このライン間、こういう触られないところを、に入ってきます。で、ここで、ボールを受けた時に、彼のいいところ。ワンタッチで前向けるんですよね。はい。で、パス出せる。ボックルと。これはね、やっぱりなかなかできないですよ。しかも初めてのゲームで緊張感もあるし、ここで普通にさらりとこなせる、この確かな技術っていうところと、ミスしない、本当にミスしないです。これ多分スカパーで再放送があると思うんで、見ていただければ分かると思います。こんな引いた相手を、まあ田中碧の存在によって、まあ相手も彼がこれ田中碧ですね。相手引いてますね。そしたら、こういうところにスプリントして、間にこう入っていこうと、こういう動きもするんですよ。なんで、ボールを自分がこう収めた時の前にターンするという技術、それから、時には横に長いボールを入れて揺さぶる。長いボール、短いボール、この使い分け。それと、こういう間に止まってるだけじゃなくて入ってくる。このスプリント。相手の最終ラインをブレイクする動き。そしてもう一つ、このエースの、ヘニングスとワンツーをしたんですけど、ここで。こういう風に、このエースの選手とうまく絡む。そして、出したら、動く。入ってくる。もう本当にね、これだけ彼の途中から入ってきた選手なんですけれども、一番ボール触ったんじゃないかっていうぐらいに、彼の存在感も本当際立ってましたね。レベルがちょっと一つ違った。で、彼がどうして、僕は彼とね、一緒にやったこともないし、わからないですけど、これ面白い資料があって、田中碧の成長を支えるサッカーノート。で、これ、書かれている言葉。1、チームを勝たせる。2、俺が中心。俺の出来がチームの出来。3、日本一のボランチになる。4、すべてに勝つ。常にワンタッチからシンプルが一番。毎試合パワーを使う。楽しない。謙虚にサッカーを楽しむ。失うものは何もない。自分がどうにかしようとしない。シンプル、イコール見る回数。一歩、1メートルにこだわる。体の向き、イコール常に逆サイド。ボランチは不安定だとチームも不安定になる。周りの環境は変わっても自分はぶれない。最後は気持ちいい。ミスを気にしない。ゴール前に顔を出す。自分の良さ、推進力、飛び出す、出して入っていく。まさに僕今これ、この後に今読んだんですけど、僕が言ったようなことを本当にやってるんですよね。この堂々としてるのがいいし、
で、これ、まあ、サッカーノットっていつ書いてるのっていうふうに言うと、試合が終わった後とかに書くようにしてる。その時に前に書いたことを見返したりする。あとはノートに書いていると、基本的にはその時の気持ちがある程度自分の中で整理される。ノートに書くことでしっかり自分の中に残って原点に戻れる。もっとやらなくちゃいけないなとか、そういう気持ちにさせてもらえるので、ノートを見返したり書くことが自分にとって大切なんだと感じますね。一番残る、ノートに書いた言葉は、健吾さんからもらった、中村健吾選手です。元選手ですね。からもらった、勢いがなくなっても研究されても止められないプレイヤーになる。ということ。やっぱね、すごい謙虚あるんですよね。やっぱり上手くなりたいっていうところがすごい感じ、見て取れるし、まあ、昨日のゲームなんかも本当に苦しい展開で、初めてのゲームで8月13日に来たばかりですから、まあ、その中でこれだけのパフォーマンスを、別に周りのことをもう意識してますけど、堂々といつも通り、川崎でプレーしてた時のようにこうプレーしてる。本当ね、彼は楽しみな選手だなっていうふうに思いました。ぜひ、日本の、サッカー少年のみんなとか、選手のみんなとかもね、真似してもらいたいなっていうふうに思います。で、最後、次節が第4節、なんと板倉滉選手の加入したシャルケなんですよね。内田篤人選手、元選手もプレーしましたけれども、これシャルケね、ビッグクラブなんですけど、今日それこそ首位のヤンレーゲンスブルクと戦うんですけど、今10位なんですよ、シャルケが。はい。状態がそこまで良くない。なんかちょっと板倉選手も似てますよね。田中碧選手と。チーム、お互いのチーム、デュスルドルフも、まあ、この昨日までね、昨日というか今日ですけど、14位。そしてシャルケも10位のところにお互いこう入っていったんで、次節当たるんですよ、これ。シャルケとデュスルドルフが、田中碧対板倉滉。これ出てくれたらね、すっごい面白いゲームになると思いますね。で、田中碧選手のことについて言うと、間違いなく彼はもう一つ上のレベルの選手だなと。ホルシュタイン・キールのディフェンダー、守備陣が全体が、もう田中碧がボール持つと一瞬こう止まるようなシーンなんかもある、あったんですよ。そうすると周り開きますよね。一瞬止まるんで。で、ミドルシュートなんか打つようなシーンが他の選手ありましたけど、田中碧をこう見ながら相手も、状況を見てプレーしてたんで、多分マークされると思うんですよ。だからここからどうなっていくかですよね。でも大丈夫です。なぜかというと、ドイツには長谷部選手、そして遠藤航選手、もうドイツでこう活躍してきてる選手がたくさんいるんで、お手本がいっぱいいますよね。で、やっぱりプレーの中でも、今のボランチっていうのは、世界のボランチは、まあ遠藤航選手も開幕戦ゴール決めましたけど、点取るんですよ。なので、ここにもサッカーノートのことで田中碧選手おっしゃってましたけど、やっぱりゴールに絡む、ゴール前に顔出す、まあミスを気にしないとか、本当にね、大事なことを言ってますんで、次の試合楽しみですよ。次はシャルケ戦、板倉滉の選手の、チームです。ちなみに、僕とゾノでやってる、みんなでやってる、フットサルチームにも板倉滉選手前にね、こう来てくれました。すごいナイスガイで、まあ、東京オリンピックでも活躍しましたけど、楽しみですね。はい。それでは、また、ブンデスリーガー、2部も1部も両方含めて楽しみたいと思います。さようなら。チャンネル登録、お願いします。